ゼロサム20周年。噂によればその男は随分な遊び人みたいだし、きっと大丈夫。今の私は容姿には自信がある方だ。胸だってそこそこある。どうせ初めてを捧げるなら上手い人の方がいいし。うんうん、そうと決まれば急いで直近の仮面舞踏会を調べなくちゃ。まずはマリアンヌに連絡よ。王体主義になんてなりたくない。1ヶ月後。それじゃあ家族へのアリバイ工作はお願いね、マリアンヌ。はい、私は屋敷で待機しておりますから。協力してくれて本当にありがとう。リディアナ様の王太子様とのご成婚の前に少しばかり羽目を外したいお気持ちも、噂の殿方を見たいというお気持ちもわかりますもの。ただし伯爵以上の方しか参加しない舞踏会ではありますが、必ず夜が明けるまでにはお戻りくださいね。うん、もちろんよ。舞踏会が終わればすぐに引き上げるわ。うまくいった。さすがに一発やったら帰るとは言えなかったけど、リッテンハイム公爵別宅。え、この仮面が今夜の舞踏会の招待状代わりらしいけど、悪心。例の貴公子はいない？もしかして今日は出席していないとか。というか、私浮いてるな。視線がつらい。ん？あっちなら人がいなさ。これはなかなか時間つぶしにいいかも。ん？こっちも美味しそう。おっちも。あっ、やばい、大事な目的を忘れてた。スイーツに目がなくてつい。彼はもう来ているのかしら。すでに誰かと抜け出していたらどうしよう。とりあえず様子を見に。ご令嬢。ん？ち、この忙しい時に誰？お、深い海のような青。あ、仮面をかぶっていてもわかる。この人、他の男とは雰囲気がまるで違う。こいつか。私に何かご用ですか？ええ、あなたです。こんばんは、ご令嬢。初めてお見かけするように思いますが、こちらには何度か。こんばんは。おっしゃる通り、今夜が初めての仮面舞踏会ですの。私が初参加だなんてよくお分かりになりましたわね。何か不作法でも？とんでもない。あなたのような美しい方をお見かけしたのは初めてでしたので。さすが噂の女たらし。顔がわからないのに初参加かまでわかるのね。お上手ですこと。このような仮面に覆われていては顔の微臭もわからないでしょうに。それでもにじみ出る気品と仕草が、あなたはとても美しい人だと私に教えてくれます。まあ。うわー、かゆい。これだから貴族同士の会話って嫌。それで私に声をかけたのはどうしてか伺ってもよろしいかしら？私はただあなたをもう少し知りたいと思っただけだよ。本当に？ひどいな、疑うの？口調が変わった。よかったらこの先の休憩室で話をしない？そうね。よっしゃ、お誘い来た。私もあなたのことをもっとよく知りたいと思っていましたの。
ご一緒させてくださる？あ、どうしたの？いえ、なんでも。今のは。チャンネル登録はここ、おすすめ動画はこっちね。グッドボタン、コメントもくれると嬉しいな。